はい、えー、ちょっと申し遅れました。追加なんですけども、揉めた後にしばらくして電話をかけて、もしくはね、何でもいいんですメールでもいいんですけども、素直に謝ることの方が、実は効果高いんですよ。<laughs> 揉めた途中にごめんなさいっていうよりも、揉めに揉めまくって、もういいよお前と話できんわって別れた後で、数時間後に電話をかけてね、ごめんね、ちょっと言い過ぎちゃった。よくよく考えたらさ、うん、やっぱり、俺にもなんか悪いとこあったみたい。すいませんね。ってやると、 実はねその場で仲直りするよりも、後からごめんなさいした方が、実は好感度、むちゃくちゃ上がるんであの、口論の途中に自分のミスに気づいたときはね、もう、ふてくされて怒って、この野郎って切っていいんですよ。で、その後で <laughs>、ごめんなさいって言った方が、実は好感度、むちゃくちゃ上がるっていうね、えー、心理状態、こういうね、実験結果もございますんで、ご活用ください。えだから、そういう点を考えてみると、ミスター真弓さん、今回ね、後で謝ろうと思いますっていうのは、大正解なんですよ。むちゃくちゃいいと思います。 まあ失礼します、まあ、あの人の自分の気持ちってなかなかコントロールできないですよねましてや人の気持ちはもっとコントロールできますよねだからまずは自分のお気持ちをコントロールするところからやっていきましょう